続いて第7試合、呂布カルマ VS 燃えるゴミ、ご登壇ください。それではお互いはご着席してください。それではこれより呂布カルマ VS 燃えるゴミの記者会見を始めさせていただきます。よろしくお願いします。お二人にご質問させていただきます。今回の試合に対する意気込みを聞かせていただきたいと思います。呂布カルマさんからお願いいたします。なんか勝った方に賞金とか何も聞いてないんで、むしろ逆に何をモチベーションにやればいいのかなっていう感じなんですけど、教えてください。続いて燃えるゴミさん、お願いします。同じくです。ありがとうございます。対戦相手の印象をお聞かせください。まずは呂布カルマさんから。まあ死ぬほどやってるんですけど、今日は、燃えるゴミバージョン、ローワックスバージョン、オニピュアバージョン、いろいろあると思うんで、ゴミバージョンだなと思って。確か俺前回サミットの時に燃えるゴミバージョンの彼に負けてるんで、リベンジだなっていう感じですかね。ありがとうございます。燃えるゴミさん、聞かせてください。何でしたっけ。呂布カルマさんの印象です。印象、いやもう後者って感じです。はい、もうプロのフロー、はい、ありがとうございます。まあ耳が痛いかもしれませんが、スポットライトでの楽屋の動画は結構物議を醸したと思うんですけども、その話ってもう片付いているのでしょうか、それともまだどこか今日のバトルの中で出てきたりとか、まだ引きずってる部分があったりするのでしょうか。ちょっとお二人にお聞かせください。まずは呂布カルマさん。いや、まああれ以降も散々やってますからね。もう あれはあの場で片付いてます。燃えるゴミさん、同じくありがとうございます。そうですね、今回フリースタイルリーグという形で1試合の形式、まあ、普段本当にトーナメントをめちゃくちゃ出場されているお二方だと思うんですけども、普段のトーナメントとは違った形式の今大会なんですけども、この今大会いかがでしょう。この形式、このスタイル、お聞かせください。燃えるゴミさん、ね、まあ俺はいいと思います。リーグでもトーナメントでも何でも発展すれば。はい、ありがとうございます。そして呂布カルマさん、お聞かせください。なんかダンジョンの時の感覚にちょっと近くて、今日のセットの感じとか、あとこう一試合にかける感じっていうノリが、ちょっとダンジョンやってた時の気持ちをふんわり思い出すような感じがして懐かしいです。ありがとうございます。お二方にとってのフリースタイルバトルというのはどういう存在なのか、また現在のバトルシーンについて思うことがあれば教えていただきたいなと思います。燃えるゴミさんからお願いします。まあ、売名、そもそも売名で始まって、言えば俺がラップ始めた頃にはフリースタイルがこうちょこちょこ始まってて、各地 で俺らはまあ予想言うてその田舎なんで、あの宮崎は結構本当田舎なんですよ。そのネットワークっていうか人の目が向かないっていうか、でそういう感じだったんで、熊本とか福岡とか大都市に比べてものすごいチャンスが少ない中で、まあいいチャンスだったなと思うんですけど、 MC バトルは。それでまあ自分の思った通りにはなってないですけど、まあ、それなりに売名もできてまあそれなりに顔も名前も売れて、でもやっぱその俺らが使ってた売名の時のそのフリースタイルっていうのは未完成で、まだそんなレベルも高くなかったんで、なんていうかな、手探りでみんなやってた感じなんですよね。でもそれはもう開拓されきってて、
その状態で俺らはもうなんかもう全部見て、その未完成から完成まで見て思うことは、その自分が思ってた形とは違うけど、まあそれがでかくなる、そのものがでかくなるっていうことはこういうことだなっていうふうには思ったんですよね。まあそれでそのなんですかね、今はそういうそのお金になってるっていうか、ちょこちょここういうふうになってでっかくなって工業になってお金も回ってまあそれなりにそのプレイヤーも露出できるようになったのはものすごいいいメリットだと思うんですけど、その反面俺らが思ってた繁栄の仕方っていうか、このカルチャーの精神っていうのは全く伝わってないと思うんで、その今見てる人たちにも、これをやってる人たちにも、カメラを向けてる人たちにも、その裏のスタッフにも、この精神は全くと言っていいほど理解されてないと思うので、そういうのを一つずつまたゆっくり理解してもらうっていう過程を進むんだなっていう感じです。はい、ありがとうございます。続いて呂布カルマさんお願いします。まあ自分は、まあ自分ももともと売名で MC バトル出始めて、で名前もまあ散々いい思いさせてもらって、でこれ以上自分が多分バトルで得れるものって多分ないと思うんですけど、何にもでもまあ散々いい思いさせてもらったんで、まあ必要とされてるうちは恩返しじゃないですけど、そういう気持ちですかね。まあやり捨ては品がないでしょっていう感じですかね。まあ、あの俺の味がしなくなるまで付き合ってやろうかなっていう感じです。ありがとうございます。そして本対戦カードの B ベットの方のオッズがですね、呂布カルマさん 1.30、 燃えるゴミさん 2.40 と、結構差が開いての燃えるゴミさんが敗北をするんじゃないかというふうになっておりますが、これについていかがでしょう、燃えるゴミさん。ま、ねえあ、まあ全然その前評判とかあんまり気にしないんで、はい、ファッケーファッケー、ありがとうございます。そして呂布カルマさんいかがでしょう。まあなんか裏切りたくなっちゃう性分なんですけど、でも裏切ると負けちゃうんで難しいですね。逆の方が気持ちは盛り上がるですね。ありがとうございます。今回生配信で多くの人がこの配信を見て、一般投票で勝敗が決まる今回のバトルですが、この配信を見ている方たちにメッセージがあれば聞かせていただきたいと思います。燃えるゴミさんお願いします。先月末にアルバム出したんでチェックしてください。ありがとうございます。続いて呂布カルマさんお願いします。俺はお前らを愛してるし、お前らが俺を愛してるのも伝わってるからっていう感じです。ありがとうございます。記者会見は以上になります。そうしましたらお二方立ち上がっていただき、フェイストゥーフェイスをしていただきたいと思います。もう一歩ずつ前に出てきていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。この後行われるバトルに先駆けて先行後攻を決めるじゃんけんを行っていただきたいと思います。お願いします。先行燃えるゴミ、後攻呂布カルマになります。以上で呂布カルマ VS 燃えるゴミの記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。